ブラヒム舞台部はモロッコの陸上競技選手。1980年代後半から1990年代前半にかけて活躍した男子中長距離選手。1988年ソウルオリンピックの金メダリストであるケミセット出身。舞台部は1988年ソウルオリンピックの1万メートルに出場するまでは無名の選手で、 1>, 1万メートルよりむしろ5000メートルのランナーと見られていた。ソウルオリンピックの1万メートルはスタートからケニアのキプケンボイキメリとモーゼスタヌイの二人が世界新記録ペースで引っ張り5000メートル通過時点で戦闘集団は少人数となっていた。ここから部隊部は戦闘に立つと後続を突き放し世界記録ペースのまま独走体制に入る。 ラスト一周の金がなり若干ペースが落ちたものの27分21秒46の世界歴代4位のタイムで金メダルを獲得した。舞台部はソウルオリンピックの後再び1500メートルから5000メートルを中心にレースに出場することとした。1991年の東京の世界選手権ではケニアのヨベスオンディーキエチオピアのフィタバイエサに次いで銅メダルを獲得。 1992年のバルセロナオリンピックの5000メートルでは、ラスト混戦ンンの末、13分13秒27で、金メダルのドイツのディーター・バウマンから0秒75差、銅メダルのバイエサからはわずか0秒24差の4位で、メダルを逃した。舞台部は、1993年の世界選手権の5000メートルで、予選落ちした後は、陸上競技選手からラリードライバーに転向した。 ありがとうございます。